大作曲家鼓恭平さんがお亡くなりになられました。木綿のハンカチーフなどのヒット曲で有名な昭和を代表するアーティストの一人です。僕にとっても母が斉藤由貴の卒業という曲に魅せられてよく口ずさんでいました。あなたをもっと知りたくて調べてみました。印税で言えばあの小室哲哉さんを抜き日本一で年収推定3億以上、奥さんは一人で息子は一人、おそらく彼は左利き。サザエさんのオープニングも堤恭平さん、そして彼は月40曲も作曲されていたそうです。まさに魔人の如しデカメロン伝説。1971年から10年にわたって作曲家別レコード売り上げナンバーワンのついてる乗ってる作曲家、親しみやすいメロディーラインは誰からも愛されるヒットメーカー、そして僕の大好きな斉藤由貴の卒業は絶妙に切ないメロディーです。それでいていい気持ちなんて、だってアイドルの近藤真知さんが歌うスニーカーブルースは一度聴いたら忘れられないキャッチーさで、ロマンティックは止まらない、だからみんな笑って子犬も笑って、派手だね。派手もいいけどアニュイな曲調はギンギラギンにさりげない、裏方好きの控えめな性格だったそうです。鼓恭平さん本当にお世話になりました。鼓さん、あなたがいたから僕がいた、私は忘れない、あなたが一番やろう、惚れたぜ乾杯、また会う日まで、謹んでお悔やみ申し上げます。